ここにあるのはメルヘンのピアノです。 HA2W というですね、あのモデルなんですが、まあ、中型ぐらいの大きさかな、色がね綺麗でしょ。なかなかこの色のメルヘン見たことないんですが、珍しいですね。木目調で、この色合いがなんかヤマハの W106 みたいなね、ものです。傷はねそんなにないです。この蓋の上とかね、当て傷はまあちょっとあるぐらいでそんなにないんですけど、ちょっとここだけね、多分ね締めるときにゴンといったかなという、まあ、これはね修理で大丈夫です。これもね磨きますからね、ちょっとここだけがちょっと激しい傷がありますが、他はそんなにコツコツ当てたような乱暴な使い方をしたような跡はないですね。ちょっとこの辺が減ってますけどもね、擦れたんでしょうね。足もちょっと椅子入れるときにゴンと当てたかなみたいなね、ああいうとこがあるぐらいですが、これも出てる値段から傷修理しなくていいよっていうことであればお安くしますが、まあこれはねちょっとあのね、直した方がいいかもしれませんが、他は、どうかなと思いますが、まああのうちの場合は現状でお見せしといて、綺麗にしてねっていう方はもちろんその値段でやりますが、もう外装は別にどうせあの子供おもちゃぶつけるしみたいな方も多いので、一応現状で紹介しといて、そこはいいよって方はあのお安く逆にねできるので、デジタルピアノを買うよりも安く、あのよりも安い値段で買えるぐらいのね値段に、していくこともできるので、おっしゃってください。じゃあ音を聞いてくださいね。まあ、メルヘンは河合楽器で作った別ブランドなんで、中身は河合ピアノです。なのでね、まあ、そういう安心感はありますけどね。ああ綺麗、よく伸びますね。調律は狂ってますけどね、今現在の状態を見ていただきました。ええ音してます。はい、まあ、あの黒いピアノもね人気ですが、こういう茶色い明るいね、部屋が明るくなるような色のピアノを探してたんだという方はね、早めにおっしゃってください。もうあのうちの場合は回転めちゃ早いので、届いてもう次の日には売れちゃったということもね、ネットなのでありますのでね、まあ、早めにちょっと気になるしね、見に行くし押さえてみたいな、ね、方いらっしゃったら早めにおっしゃってください。メルヘンの、あ、製造番号言ってなかったかな、 H2W31575 という製造番号ね。この M って書いてるのはメルヘン工場で作り、河合のメルヘン工場で作りましたよというね、あの暗号になりますね。はい、それではメルヘンご紹介しました。それではさよなら。